にて天竜人とその奴隷たちを守るため、そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件、それがゴッドバレー事件だ。船長ロックスを筆頭に、若き日の白ひげビッグマム、カイドウ、聞いてもろうてすまんかった。